イヴァン・フランコは、ウクライナの文化人である。作家、思想家、評論家、言語学者、翻訳者などとして活躍した。オーストリア・ハンガリー帝国における、ウクライナ民族解放運動やウクライナ文化振興運動の第一人者。イヴァン・フランコは1856年8月27日に、オーストリア・ハンガリー帝国が支配する西ウクライナ、ガリツヤ地方ナグイエビチ村の、 ウクライナ人の鍛冶屋の家で生まれた。1875年にリビウ大学哲学学部に入学したが、学生が行った社会主義の普及活動に携わったことにより、何度も警察に逮捕され、1880年に退学させられた。1891年にチェルニウツィ大学に入学し、中世ウクライナの思想家、イヴァン・ビーシェンシクイについて博士論文を書き、 ウィーン大学で文学博士号を獲得した。1890年代からガリツヤ地方におけるウクライナ文化振興の活動に参加し始めた。1898年にウクライナ人の学術組織であるタラスシェフチェンコ、記念学術会の民族学委員会の会長として民族学雑誌の編成を行い、ウクライナ研究を中心とした数冊の学術。 定期刊行物を出版した。同時に、自らの助成し刺激などを集めた詩集や小説を表したり、古代ギリシャ語、ラテン語、アラビア語、バビロニア語で書かれた古典や、フランス語、ドイツ語、英語、ロシア語、ポーランド語、チェコ語、セルビア語、クロアチア語などで書かれた文学作品や歴史、美術、政治に関する学術論文の翻訳を行ったりした。 フランコは、言語学、特に、ウクライナ語の研究に、大きな関心を寄せていて、言語学に関する150の論文を表した。アウグスト・シュライヒャーの影響を受けて、言語を常に発展を目指す、生物有機体であると考えた。フランコは、ウクライナ語の標準語は、文語体より口語たる民衆の言葉に基づくべきもので、あると考え、その標準語の基準は、 イヴァンコトリャレーブシクイーやタラスシェフチェンコが使用したドニプロウクライナの言葉を用いるべきと主張した。そのために文語体を重視してウクライナ語をロシア語に近づけようとする親ロシア派の知識人と対立した。また、ウクライナ語のローマ字化に強く反対した。なお、フランコは言語学の他に哲学、歴史、人類学、経済学、文学論など 様々な分野で研究を行った。フランコは研究の傍らに政治運動にも関わった。1890年に彼は、ムイハール・ドラホマーノフと共に、ウクライナルーシ級新党を創立して、党員となった。その後、1899年に、ウクライナの民衆主義者と、ウクライナ人民民衆党を創立し、1904年まで、その党に協力していた。 両党の目的は、オーストリア・ハンガリーにおける、ウクライナ人の権利を守ることと、ロシア帝国内に住む、ウクライナ人との交流を深めることにあった。また、フランコや、両党の活躍により、ガリツヤ地方における、従来の、ルーシ人という民族名は、ウクライナ人という、新たな民族名に入れ替わり始めた。二重フリブニャ紙幣。フランコの画像をウクライナ文学においても、 フランコは代表的な人物である。彼の作品はレアリズム派に分類されることが多い。フランコの影響がある作品には民衆主義の思想に基づく詩集、山より谷より恋愛詩集の落ち葉、哲学的な詩集の私のエメラルド、民族解放運動の必要性を訴える、叙情詩、猛ゼ」、社会小説、笑うボルイスラーウウト、歴史小説、 ラハール・ベールクトがある。1916年5月28日、フランコは、西ウクライナの都と呼ばれるリビューで死去した。現在のウクライナには、フランコを記念する石像が多数建てられ、施設や学校などの名称には、フランコの名前にちなんで付けられたものが多い。また、ウクライナのイバーノ・フランキー・ウシク州とその州長、所在地イバーノ・フランキー・ウシクも、 フランコの名前にちなんで名付けられたものである。さらに、フランコの肖像は二重フリブニャ紙幣にも描かれている。現在、ウクライナ、リビウ州、ドロホービチ地区、ナグイエービチ村。税百8 6 9ありがとうございます。